隊と。おとなしく渡しな。俺たちが手荒な真似をする前にな。元素力を使ってメガリレーに抵抗するんなら頭を冷やしてきた方がいい。前にそうした奴がどんな結末をたどったか知らないわけじゃないだろう。見逃してください。この神の目は手に入れたばかりなんです。ちょうど神の目の押収現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい待ちや。ん？あっちで。こっちこっち、はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。おいしい、見とき。おい、なんなんだよお前。自分に神の目がないからって。って、あれ？お前、もっち。静かにしとき。うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか、武士様。ふん、それでいい。行くぞ。どうするんだよ。もう神の目を渡しちゃった。よいみやさん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにおいらさええんや。あんたらの作法、自己紹介がまだやったな。うちはよいみや、この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。花見坂で宵宮さんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさ…すごい人なんだな。そんないなこと言われると照れるな、半白。それと、うちに礼を言うよりも正勝先生に感謝しや。正勝先生が偽の神の目を残してくれたおかげやさかい。あん時、うちの神の目も正勝先生の偽物を使おうて守ったんや。はあ、正勝先生は本当にいい方なのに。どう？正勝？ん？なんや、あんたらも正勝先生、ほんまか？白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。せやけど、いきなり無謀に突っ走っても神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちもあんたらと一緒に行こうど。もちろんいいぜ。あやかもおいらたちに。どうやら店で神の名の所有者をかくまう以外にもついに他の役割が。正勝先生は町奉行所に閉じ込められとる。よいみやは頼もしいな。お前に会えてよかったぜ。せやろ。準備ができたら出発するで。助けるで。行こう、いざ。しっ、いざ。しっ、はっ。やっと入れたな。
思ってた以上に不気味なところだ。こっから入って正解やったな。こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。手分けして行動するで。正勝先生を向か…おう、じゃあ、気を…おう。風の赴くままに雨描きがたし、引くぞ。えっ、でっかい扉だ。開けるにはあのマガタマの形をしたものを集める必要があるみたいだな。風の行く先を、そっ、風の中、雲の行く、この剣は分かるかい。引くか。はじけだ。よい。ああ、やい。修練か。隊列隊列、えい、ボンボン爆弾。風を知れ、はっ、雨を描きがたし。この壁、なんだかおかしいぞ。何か仕掛けがあるのかな。こいつら、なんだか強化されてるみたいだ。その力の源は、あそこの鎧と関係してるんじゃないか。誰だ、笑わせ願いたい。仕掛けよいしょ。風を知れ、もみ違う散らまく。みんながそばにいてくれれば。ほかをボンボン爆弾、体も続けよ。うん、はじけだ。風の赴くままに、と、これ、いざ勝負。はい、やっ、はあ、よい、やい。拙者の負けだ。形は精神と共にあれ。よっ、うん、はっ。あれ、
行こう。手合わせ願いたい。風の行く先は歌よ二色となれ。雲がく借りなくとボンボン爆弾だっただ全力攻撃だ。へい踊り押して参る。参るそれそこだ。た正々堂々勝負せよ。こっから入って生活こんなとこに閉じ手分けして行動す。おうおう。はじけろ。はっ雨描きがたし引くぞ。
風の行く先を。ほれ、まだ、まだ、よっ、はっ。勝負。ほれ。雨描きがたし。よい。シュー。たったた。ボンボン爆弾。拙者の負けだ。風を知れ。雨描きがたし。ほっ。はじけろ。風の行く先を踏み描く。借りなく、みんながそばにいてくれれば。発力せよ。サイ、サイウルコ。よいしょ。やい。ほい。ひひ。ああ。だったか。ほい。へい。描きがたし。いざ。風を知れ。この剣はわかるかい？先に引くぞ。風の行く先を、そこだ。はっ。よっ、ほれ。風を知れ。
正勝先生みたいだな。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか。ふん、東国だけで済むと思うなよ。ちくしょう、天領奉行のやつら。早くどうにかして助け出さないと。おれ、よいみや。もう見てられへん。正勝先生、お前たち何をしている。九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、九条サラ、天領奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。今が好機かもしれんで。おい、よいみや。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。はっ、来たぞ。早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの。うわ、あ、あそこ。まさか。見に行くぞ。はあ、花火って花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や。おい、よいみ。うちも職人やさかい。無意識のうちにちょっち派手にやりたくなっても。もうあっちに誰もいないみたいだ。よいみや、よいみやか。正勝先生、待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ。もしあいつらが戻ってきたら。今回だけだ。重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。だが治療が終わり次第、必ずもう一度捕ま。次はそう簡単にいかんと思うで。さっさと行け。あの暗いところから。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ。医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れて行く。祝うのはまた今度や。分かったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな、あの九条サラってやつ、天領奉行にもいいやつがいるんだな。よし、じゃあこのい
なるほど。九条サラは君たちに手を出さなかったと。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せな。それは難しいと思います。九条サラはメガリレーの執行者、正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす。しかし私たちの身分があらわになった場合。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。君は俺が思っている以上に確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要。そんなに心配し、少なくとも今は全ていい方向に向かっている。そういえば天領奉行が近頃祝典の、それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。儀式？どうして天領奉行がそのような。俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく。そうですね、ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。トーマ、ちょうど祝賀会を行おうと思ってたとこ。実は最近新しい鍋あ鍋遊び？なんだそれ、聞いた。簡単に言えば各自それぞれ違う材料を用意し、一緒目を閉じて鍋から食材をすくい出し、正解した場合同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番。面白そうだろ。もう待ちきれない。実はどんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな、旅人。どれどれ、鬼やばな絶運の唐辛子。なんかお腹が痛い。胃の中で花火が上がってるみたいだ。まさかトーマが一番得点を取るなんて。おかしな食材はほとんどトーマが食べちゃったな。塩漬け青魚、熟していないスミレウリ。なんだか全部トーマがご自身で入れたおかしなものじゃございませんか。でも彩香は鍋にケーキを入れてたよな。鍋ケーキ。ごめんなさい、もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ最近運があまり良くないと感じてね。鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。ま、もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者は。おお。遊びも終わり。はい、トーマの言う通り、天領奉行が本当に休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して、めったにない休暇だ。大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして次の鍋遊びの食材を。よ、またやる機会。一回だけじゃ物足りないだろじゃあみんなまた。おう、またな旅人。しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたい。面白かったわい。Thank you.